デイビッド・スティーブン・ミラーは Linux カーネル開発に携わるアメリカ合衆国のソフトウェア開発者である。彼はネットワークコードとスパークアーキテクチャへの移植に関する主要なメンテナの一人であり、その他の開発にも関わっている。彼は GNU コンパイラコレクションの運営委員会の委員でもある。2010年の時点でカーネル開発者の中で ミラーは、コードの変更の数では、上から10番以内に位置し、コードのコミット数では2005年までで2987を数える。彼は、以前、ラッカーズ大学のコード情報処理センター、コバルトマイクロサーバー社で勤務していた。1999年から、レッドハットに勤めている。ミラーは1996年、ミゲルデイカザと共に、リナックスカーネルを、 サンマイクロシステムズスパークへ移植した。彼は、ウルトラスパーク T1 を含む64ビット、ウルトラスパークマシンへのリナックスの移植も2006年、初頭に完了した。後に T2 と T2 に対しても移植を完了している。2010年、ミラーは引き続き、32ビット、64ビット、双方のスパーク移植版を管理している。2008年4月、 ミラーは Google がゼロから書き上げた GNU ンカの再実装、ゴールドをスパークへ移植することに貢献した。ミラーは Linux TCP IP スタックにおけるメンテナの一人である。彼は高負荷環境におけるネットワークパフォーマンスの改善において重要な役割を果たしている。また彼は Linux カーネルに含まれる多数の NIC ドライバの作成並びに改善に、 対する貢献を行っている。彼は2000年のオッタワリナックスシンポジウムの基調講演、さらに2006年1月のダニーデンで開催されたリナックス、カンフ、AU での基調講演を行っている。彼は2009年7月のニューヨークリナックスユーザーズグループでの会合でマルティキュネットワーキングデベロップメンツインザリナックスカーネルという講演を行った。 ありがとうございます。